綾野剛さんとかさ、コンクルーズ。今回はカラーレンズを紹介していきたいと思います。なるほど、カラーレンズちょっと、うん、そういう色とか濃さとかをカスタマイズして発注ができるんですよ。あ、そうなの。皆さんこんにちは、オンネーズ PR の遠藤です。店舗デザイナーの岡本です。皆さん突然ですが、普段メガネといえば、まあ、普通に度数を入れる透明のレンズ使ってる方多いと思うんですけど、はい、今回はカラーレンズを紹介していきたいと思います。なるほど、カラーレンズちょっと知りたかったです。そうですよね、カラーレンズあんまかけてないですね。挑戦してないのまだ。そうですよね、うん、最近ではカラーレンズ、薄めの色だったりサングラスまではいかない薄めのカラーを多くの著名人の方たちがかけてるんですよ。綾野剛さんだったりとか、海外とかだとトム・クルーズとかジョニー・デップとかね、かけてるイメージはあるよね。そのカラーレンズなんですが、ちょっと薄めの色とか、あとはまあいろいろいろんな種類の色があるんですけど、そういう色とか濃さとかをカスタマイズして発注ができるんですよ。あ、そうなの。あれって既製品じゃないんですか。既製品じゃないんです。へえ。オンデーズの店頭にもね、サンプルが並んでるんですけど、ブワッと。で、あれでなんかピンク系とか紫系とか、あとブラウン系、イエロー系とかいろいろ選べるので、そこからまあ色とかね、濃さとかを一個ずつ自分の好きなのでカスタマイズして作ることがオンデーズでは可能です。ああ。はい。でもやっぱちょっとさ、僕みたいにズボラ男子だとカスタマイズするの難しいなと思うし、自分に何色が合うのかって分かんないから教えてほしい。 OK やってこう色の違いとかを分かりやすくするために、うん、同じフレームでね、いろんな濃さとかカラーとかを紹介していきます。はい、お願いします。一番最初です、はい、これがちょっとトゥルーグレーって言って、グレー、薄いグレーのカラー 15% の濃度です。どうでしょうか。そう、今手の上でこうやって見せてたら結構色入ってるのかなくらいだったんですけど、うん、こう岡本さんが実際にね、人がかけると結構グレーなの、まあ、若干は分かるんですよ。そう、うん、分かりますよね。自分でも分かる分かる、うんうんうん、岡本さんみたいに目の色素が薄くてちょっと太陽眩しく感じやすい人だったりとか、うんうん、結構濃いサングラスにはしたくないけどちょっと目は守りたいって方にも結構おすすめです。確かにこれくらい微妙なカラー入れるっておしゃれですね。そう、おしゃれなんですよ。入ってるか入ってないか分かんないくらい、うん、分かんなくて、たまに気づかれるっていうところがおしゃれポイントですよね。うんうんうん、うんうん、で、これは 15% なんですけど、はい、もうちょっと濃いのってあるんですか。もうちょっと濃いのもありますよ、はい、これがちょっと段階が上がって 50% のトゥルーグレーです、うん、なるほど。結構分かりやすくグレーが入ってますよね。そうだね、うん、じゃあこんな感じ。あ、もうこれは分かりやすくサングラスだけど、うん、50% だから若干目も見えるみたいな印象なのかな、うん、そうですね、うん、カラーレンズ、どんなフレームでも作ることができるので、うん、好きなフレームとかとね、組み合わせてなんかちょっとサングラスチックにしてもいいし、うん、メガネに入れてちょっとカラーのメガネっぽくしてもいいし、結構使い方はいろいろあって、なるほど、はい、こういう風にカスタムできるわけね。ポーズがおかしいんだよ。英語の背景になろうと思って忍者みたいな。じゃあ次の色ってあるんですか。はい、今グレー寒色見せたので、はい、次ちょっと暖色のブラウン寄りのカラーを見せていきます、うん、はい、まずですね、こちらがフェアオークル、オークルって言って、まあ、ちょっとブラウン系、オレンジ系の 15% です、うん、はい、やってもらっていいですか。これがフェアオークル 15%? 15%、 どうですか、はい、本当にうっすら色入ってるんですけど、グレーの 15% とはちょっと違って、さっきよりちょっと分かりやすいですよ ね、 そうだね、色が入ってるのが。これがまあフェアオークルではあるので比較的オレンジに近いので、うん、あの鼻にも馴染みやすいカラーになっていますね。で、これの濃いバージョンもあるんですね。濃いバージョンもあります、はい、こちらが 10% だけ上げて 25% のフェアオークルです。なるほど、はい、かけてみました。え、10% しか上げてないんだ。そう、10% しか上げてないんですけど、ブラウミは結構比較的色がね、出やすいカラーなので、うんうん、目もしっかり見えるし、色も優しい色だから普段使いも可能ですね、うん、なかなか既製品で見ない色というか、うんうん、おしゃれのアクセサリーとして、うん、ワンポイントとして使える色だなって個人的には思いましたね。そうなんですよ、よくあるカラーで、うん、コパーっていう色が濃いめのブラウンが多分結構よく見る既製品のサングラスではあると思うんですけど、はいはい、このフェアオークルがね、薄めだし、あの完全にオレンジ寄りではなくてオレンジブラウンみたいな感じなので、うん、本当使いやすい色になってると思います。そうだね、はい、ちょっと年齢高めに見えるかもしれない。本当に若く見える。見えない。で、次は何の色ですか。はい、
いきなりちょっと路線変更をします。さっきまでニュアンスっぽいからよくあるサングラスのカラーを紹介してきたと思うんですけど、遠藤が実際に使いたい派手めなカラーを紹介します。はい、はい、それがこちらだ。スパーキーイエローです。スパーキーだね。もう名前からしてすごいよね。なんかさ、ちょっとピカチュウみたいな感じのカラーになってるんですけど、でもカラーレンズって感じがする。そう、いろいろ他の色はね、フェアオークルとかさっきの見せたトゥルグレーとかは 15% から 50% まで結構カスタマイズ可能なんですけど、このスパーキーイエローは 50% この濃度だけのご用意になっています。どう？あ、でも似合うね。うん、似合う似合う。本気で？バンダナとも合ってるから。嘘つけ、これとは合わないでしょ。え、だって同じ色だよ。本当に？うん、似合うらしいよ。まあでもちょっと奇抜だから似合う人は選ぶとは思うけど。あ、そうそうそう、あ、そうそうそうとか言って偉そう。でも既製品で見ない色だから、こうやってカラーレンズでこう用意されてるっていうのは嬉しいことだよね。うん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 。これ有名人で言うと、あの G ドラゴンとかが結構イエローのレンズをねかけてる。もう最近私 K-POP の話ばっかしてるんだけど、K-POP 寄りとかのねイメージにもなりたい方は、こういうすごい奇抜な他の人がかけてないようなやつをねあえてピックするのもいいかと思います。なるほど。でもう一個ちょっとミニティップスで、このスパーキーイエローってカラーが結構視界を明るく見せる効果があるんですよ。あ、そうなんですね。なんで夜間の運転とかでもこれかけてるとちょっと見やすくなる。ああ、そうなんだ。そういう、はい、視覚効果があるので、はい、なんで夜間運転する方とかも全然おすすめなので、機能性もバッチリカバーしています。なるほど、はい、で、次、もう一個、はい、うんうん、岡本さんがかけるとしたらこっちのブルーかなと思ったんだよね。ちょっとどう？なんか見せ方がさっきからマジでやばいっすね。かしら。岡本さんのチョイスはこちら、ブリーズブルーの 50% です、うん、そうね、はい、どうですかこれ。まあ、黄色よりはブルーの方かなと思ったんですけど、どうでしょう。あ、ブルーかわいい、ね、しかもなんかカーキの服に合いますね今。本当だね。で、なんかこの間ね診断でやっぱ出たみたいにブルベだからさ。あ、そうそう、肌のトーンがブルベなので。こういう青の色どうでしょうか。なんか俳優っぽくない？わかる。テレビとかに出てくる俳優のさ、プライベートみたいな感じが出てこない。そう、それにちょっとマスク。え、これ有名人で言うと誰がかけてるイメージですか？なんかさ、綾野剛さんとかそれこそ。あー、トム・クルーズとかかけてるイメージね。トム・クルーズ近いかも。これいいね。うん、なんでね、ちょっとハリウッドスター意識も欲しい岡本さんみたいな、ね、タイプにはブリーズブルーとか、そういうブルー系のカラーがおすすめです。はい、ブリーズブルー 50% でした。 50% です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今いろんなカラーのカラーレンズを見せてきたと思うんですけど、色も濃度も選んで自分のね、好みにカスタマイズできるので、いや、知らない人多分多いと思うし、うんうん、こうやって既製品のサングラスを選ぶだけじゃなくて、うん、好きなフレームからその色も変えれるっていうのは、うんうん、本当幅無限大だよね。幅無限大、本当に、うん、万通り、億通り多分組み合わせがあると思う。面白いな、メガネって、うんうん。注意点でカラーレンズがお店でカラーを選んで出来上がりには1週間はかかるんですけど、待つ回ありだと思います。ちなみにこのカラーレンズに度を入れることもできるんですよね。できます。あ、なるほど、はい。だからサングラスってどなしって思ってる方も多分度割りのサングラスっていうのが存在できるっていうことだよね。意外と知らない人多いと思うので。今お見せしたものですね、店頭でも今オンラインストアでも両方見ることができるので、はい、気になった方はぜひチェックしてみてください、はい。この動画が参考になったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。